狙われている、そう言ったんですね。隣の部屋の話を聞いたらしいんですよ。寝ぼけとんちゃうかお前。誰が寝ぼけとんねん。俺お前とちゃうわ。おいな、な爆弾ってほんま見たんか。好きな声出してな。ほう、爆弾爆弾って聞こえるやないか。その爆弾でな、うん、こっちどこ狙う言いとったわ。お前テレビ映画見すぎやで。それアホか。そのやつ俺がこんな怖がるわけないやないか。そうか、ばったり会うてもうたん。誰と？隣の部屋行きよる男と。どこで？アパートの廊下でや。爆弾の話したすぐその後や。その男がな、俺のことじろっと睨みよったよ。俺狙われてんねや。俺どないしょ。俺ほんま狙われてるわ。命取られたらどないしょ。二度ともみじまんじ食えんなるやないか。ここにもおるんちゃうか。その時は冗談やと思ってまして。生きてるのが冗談みたいな男ですから。その後小笠原さんから何か連絡は？いやありません。ほんまに殺されたんちゃいまっか。あいつ今度はもっとごついところを狙う。隣の部屋へ来る男は本当にそう言ってたんですか？